こんにちは。事業専門の税理士、川南です。TikTok、Instagram もやっております。Twitter もやってますので、ぜひぜひそちらの方もよろしくお願いします。本日の動画は、企業前、決めるべき3つのことを紹介していきたいと思います。やはりね、企業する前、一体何を決めてビジネスをスタートすればいいのかっていう疑問を持つ方が多いんではないかということで、こちらの方動画を作らせていただきました。それでは本日の動画も行ってみましょう。はい、それでは企業前、決めるべき3つのことについて紹介していきたいと思います。決めるべき3つ 一つはこちらです。一、ビジネス規模を決める。二つ目、お客さんを決める。三つ、いくらあれば黒字なのかを決める。四つ目が、その他アドバイス、まとめになります。ぜひね、動画最後の方までよろしくお願いします。オンラインサロンの運営と、あと、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。まず一つ目です。ビジネスの規模を決めるということです。これはどうしてかっていうと、やるべきことが違ってくるからです。このビジネスの規模によって、準備すること、やるべきことが違ってきます。例えば、大きくビジネスをしよう。法人化し したいとかもしくは最初から法人でやっていくっていうような大きいビジネスをするって方とあとね店舗展開をしたいっていう方もいると思います1店舗だけ経営するんじゃなくてね結構短いスパンで2店舗目3店舗目みたいな形で店舗を出していきたいっていう風に考える方もいると思うのでそういう風に大きくビジネスをしていくっていう方は準備するべきことが違ってきますで小さくねビジネスをする方法っていうのもあって、まあ、自営業であったりとか、えー、小さいねカフェを経営したいとか、まあね、会社にしながら自分のビジネスもしていくっていうような兼業をしたいっていう 方方もこちらののの小さいいビジネスの方に該当するでではないでしょうかどうしてやるべきことが違ってくるかと言いますと大きくする前提だと準備することに例えばですね箱のの確確保保ですすねお店の確保になりますどこの場所にお店を持つのかっていうのを店舗展開しようとかあ最初からね法人化しようと思っていたらオフィスを探さないといけませんし次のね箱の場所をリサーチしたりしないといけませんよねあとは一人ではもちろんできないのでスタッフの確保も必要になってきます。任せられるような店長とか 任せられるスタッフもしくはここの分野に強いとかプログラミングに強い経理に強いもしくはねあの商品開発に強いとか営業に特化してるっていうようにスタッフが必要になってきますのでそちらも探さないといけないのでもうやるべきことが最初から違ってきますそしてね小さくする方法小さくするからじゃあねやるべきこと準備することがないかっていうとそうでもないんですね自営業ならでは小さくするがために工夫をしないといけないんですその効率化を狙うってことですねいかに小さいお店ながらその受けれるキャパに限界がありますし資金 少ない,のでいかにお小さていくねビジネスをする方は会社員しながら副業をするっていうのッ OK ですし兼業も考えていくことができるかと思いますそうなるとえ時間のね捻出する工夫が必要になります大きくビジネスをする場合小さくビジネスをする場合やるべきことまあ準備するべきことが向かっていく方向が全くね違ってきますのでそちらの方をまずどれくらいの規模で自分がやりたいのかもしくはこうどっちのビジネスの方法が自分には向いているのかなと。 どっちをやった方が自分もお客さんも幸せになるのかなっていうことを考えることが必要かと思いますでもちろんねあの最初は小さくやろうと思ったんだけども大きくしないといけないとか、まあ、ビジネスがトントン拍子にうまくいって大きくなるもしくは法人化するっていうケースももちろんあるかと思いますよくね小さいね2坪3坪のお店でスタートしたお店がね全国展開とかチェーン展開したっていう話ありますよねあ小さい本当にラーメン屋からスタートして今や全国にあるっていうようなお店あるかと思うんですけどそれってやっぱりどちらかというとすごい少数派で 運に乗ったというか、まあ、波に波が来た。そのビジネスの調子が良かったっていうことで、ほぼね。全員の方がそういう風にじゃなるかっていうとそういうわけじゃないので、そういうのはかなりごく少数派だと思っておいてください。でもね。最初小さくしたから、じゃ大きくしちゃいけないとか、法人化は狙わないって決めたから、もうっていう風にあの全部で、ね、100か0かっていう風にビジネスは固く決めなくてもいいかと思います。でも、最初にこの規模を決めるということは大事な点かなということで紹介をさせていただきました。私の場合もですね。私の税理士事務所は？ 法人化したいとかスタッフをどんどん雇って事務所をねどんどん大きくしていこうっていう目的は全くなくて自分のいかにこの手に負える範囲で丁寧に自営業のお客さんを見ていくっていう風なビジネススタイルをやりたいなっていうので起業をしましたので私はこちらですね小さくビジネスをする方法で全部全てビジネス起業する前から準備をしていっていますこういうね YouTube をしたりサロンをしたりえ TikTok をしたりっていうのもこの小さいビジネスをしているからこそしていることですまたねそう ありました動画にすることもあるかもしれませんので一言お知らせくださいはい2つ目はお客さんを決めるですこれはね具体的にイメージすればするほどいいですどういうお客さんにあなたの自分のサービスを売ってもらえるのかそのサービスを受けるお客さんが一体そのあなたの売るもの、まあ、サービスを受けることによってどうより良くなるのかっていうのをすごく具体的に決めた方がいいですってか一体あなたのサービスが誰に向けてのサービスかってことですねでお客さんを決めるっていうのはよくねターゲットを決めるっていうふうに分かりやすくねビジネス ジネス用語でよく言われるんんでですすけどどあなたたのお客さんがうういいっっ方かっていうことですねよくねあの1人のお客さんをね決めなさいって言うんですけど私あれ結構当たってるなと思ってまして、ね、例えばね60歳以上のお客さんをターゲットメインにする場合と、えー、20代10代のね若いお客さんをターゲットにする場合もう知ってもらう広告が違いますよね60歳以上だったらやっぱ新聞とか地域の広報誌とかに載せる方がより効果的だと思いますし10代20代の子は一体何見てるかっていうと SNS が多いのでそういうふうに にこう自分のお店サービスを知ってもらうもう媒体が変わってくるんですねなので最初にこのお客さんを決めておいて自分のそのお客さんは一体どこにいてどんな生活をしているのかどういうサービスがあるとより喜ぶのかもしくはそういうサービスのどこに価値を感じているのかっていうのを具体的に掘り下げていかなければいけないですここがね皆さんなんかやりたくないというか避ける傾向にあってなんかお店を開ければ誰かお客さん来てくれるだろうとか例えば飲食店だとね美味しいご飯さえ 提供できればお客さんが来るだろうっていう風にあるんですけどそういうことをしてしまうと小さいビジネスの場合そのいろんなジャンルの人が来てしまうと非効率ですしまとまりがなくなってしまうんですよねだからここという風にここに刺さるサービスっていう風に決めてしまった方がえビジネスっていうのは意外とうまくいきます皆さんねなんか何でもやってますとかあ大丈夫です私サービス何でもできますよとかたくさん羅列、ね、されてる方いるんですけど最初本当怖いと思うんですけど絶対に絞り込んだ方がビジネスはうまくいきます 「あなたは何を商売されてるんですか?」っていうのがパ とととと言えるるるもししくくはパッと分かかかかおお客さんから見てパッと分かるっててっいいう風にしておくのが大事かと思います私の場合で言うと、自営業専門っていうふうに絞ってますので、私のところにね、相続の相談をするお客さんは少ないですし、もちろん法人のお客さんも自営業に比較したら少なくなります。あとね、どんなお客さんにサービスを提供したいのかっていうのを具体的に私はもうそうやって絞ることでイメージしてます。その一つがその自営業専門にするっていうことですね。でねどういう方かを具体的に、だからイメージをすること、誰に向けてのサービスなのか。あとこれ これよくあるんですけど、一人よがりなビジネスはもう絶対に NG ですね。自分が良ければいいっていうので提供する。か例えば、まあ、まあ、飲食店分かりたいんで、なんか全員が全員そうじゃないんですけど、なんか自分の作ったこの美味しい料理を食べてけみたいな感じのちょっと一方的なものだと、やはり、えー、とビジネスっていうのはうまく育っていきません。なぜかというと、もう美味しいお店なんてザラにあるじゃないですか。もう当たり外れそんなないんですよね。そんな中で、じゃあ何を見てお客さんがお店を決めるかっていうと、SNS であったり、評判であったり、 とかお店の雰囲気が素敵とかえっ、ー、とオーナーさんとねお話しするのが楽しくて行くとかもう一点この独りよがりなビジネスとして気をつけておいてほしい点がありますそれは何かと言いますと完璧にしてもお客さんは来ないということです例えば完璧なリッチもう完璧な内装もうほんと雰囲気も素敵でこんなにいいお店ないよねっていう風に思っていてもじゃあカウンターとかねその内装にすごくお金をかけてもうホテル並みの投資をしましたじゃあお客さんがずっと来て くれるかもしくは き続けてくれるかっていうとそれとそれはまた別問題なんですそこがビジネスのあの難しいところでね皆さん最初オープンするときって完璧を求めがちなんですけどあの全然完璧じゃなくていいんです逆に今はちょっと欠点があるくらいのお店の方が、えー、ファンがついたりお客さんにあと愛されますでね完璧になってからお店起業しようっていうふうに思わなくてもいいのであのある程度できたらもう見切り発車でスタートするというあの勇気も必要になってきますあと先ほどね具体的にお客さんを決めるって言ったときに 絞るといいですよって言ったんですけどやはり皆さんその絞るとか間口を狭めるっていうのはすごく怖いみたいで勇気がいるようですでも思い切って私は実際に狭めておいて良かったなっていうふうに本当に今思ってます自営業専門でしますっていう風うにやってしまって私は本当に良かったなっていう風うに思っているので皆さんもねそんな色々やってる何でも屋さんではなくてこの中でもこの中のこれに強いっていう方が絶対に受ける と思いますはい、そして三つ目。いくらあれば黒字化を決めるこれですね。これはちょっと数字の話になるかと思います。まず、生活の方の基盤を計算してください。今、生活費が毎月いくらなのかを、これは必ず計算をするようにしてください。まあ、あの、高熱費から、えー、食費、もしくはね、こは子供のなんかとか習い事費とかいう形で、それぞれ皆さん生活の基盤がいくらかかるかって違うと思うんですけど、要はここはプライベート分の生活費を計算してください。必ずこれが毎月いくらぐらい必要なのか。今ね、パッと答えられ られない方ほど絶対にやってくださいそして次にビジネスの方の基盤を計算、予測を立てます。こちらはいくら毎月そのお店をすること、まあ、ビジネスをすることによって経費がいくらぐらいかかりそうなのかなっていうのを計算します。こちらはね、あのお店のね場所とかリッチ、まあ家賃なのか持ちなのかとかね、いろいろそれによって変わってきますけど、えー、経費はね、ざっくりとでいいので予測でいいので計算をしてみましょう。とにかくこのビジネスの経費ですね、水道、光熱費、また仕入れがある方は仕入れにどれくらいかかるのか、もしくはね、研修やなんか 多い方はそういうものをざっくりと計算して、月いくらあればビジネスの最低限のペイができるのかっていうのを一回必ず計算するようにしてください。この最低限を知ることが本当に大事です。でこれを知っておくとビジネスをするにあたって、この最低限のラインが分かるんですね。この生活費の計算をしたものとビジネスの経費の計算、最低限いるもの。これは確実に出ていくお金になりますので、例えばね、この確実なところが毎月ね、両方合わせて、じゃあ50万円だったとします。そしたら最低50万円を稼げば何とか こっちこことここはペイできるっていう風なことを知ることができるのでじゃあもうちょっとするにはどうすればいいのかとか利益を残すにはもうちょっとこういう工夫が必要だなっていう風に考える癖ができるので必ずこの3つ目に、まあ、いくらあれば黒字かっていうのはこことここをペイできてそれ以上を売上があれば黒字になってくるっていう風になりますまずこの基盤を決めてくださいでねこの基盤が払えるっていうのは本当お金は精神安定剤になりますのでここの基盤が支払えるもうねこれが払えなくて毎月赤字赤 赤字がつついてきますとあの皆さん不安になってきてなんかほん,ほんと変な方向に行っちゃいますので精神安定剤だと思っていくらあれば自分がね生活と経費が支払えるのかっていうのは必ず決めてからもしくは計算してからビジネスはスタートしてくださいそしてねもしねどうしてもねお金について不安要素があるって方は会社員と兼業するっていうこともできますしどっかでね移動に乗るまではパートに行くとか契約社員としてとね働くっていうのも全然ありかと思います。えー、イメージとととしてねねね今言った、ね、3番のところを、ね、図で表すと ここから生活費を払いでここからビジネスの経費を払いそしてさらにここから税金を払っていくんですねなのでこの売り上げで全てをこの3つを賄っていかなければいけないと思ってください多分会社員の時ってここにお給料があってこの中にお給料があって でやりくりくししててて生活をしていいけけば食べていける大丈夫だったっていう生活になるんですけど自営になってきますと感覚が変わって売り上げから生活費とお店にかかる経費を支払って税金を払ってその残りがようやく利益儲けになる。 と知っってておくってこととはは非常に大事かなと思います要はね今言った3つの、ね、ことを決めるべきことっていうのは失敗のダメージを下げる工夫です。ですので絶対あのやってみてね失敗することありますしでも失敗を恐れていては何もできないのでとにかく行動に起こしてやってみるっていうことがまず1つ目です。でもその前に決めておくべきことをすると紹介した3つを決めておくと失敗のダメージを下げる可能性があるっていうので3つのことぜひ決めておくといいかなと思います。そしてね起業ねするときには税務上の手続きは必須になります。この税務上の手 続きについては過去動画でね個人事業フリーランスの始め方とやるべきこと3選というもので紹介しておりますので税金の方税務の方の方で始めるべきことやるべきこと3選はこちらの方の動画ぜひ見てみてくださいオンラインサロンを運営しています税理士川南の会議室ということで税理士をオンライン上で味方につける完全会員制でメンバーにならないと中身の投稿とか内容をね何を話してるかっていうのは見えないようになっています月学生でメリット1つ目がね個人相談ができるってことですね個別の相談がよく来るんですけど それはあの有料のお客さんに失礼になるため基本的にお返しはしておりません。なので個別相談ができるのがオンラインサロンの魅力だと思います。普段ね、相談を頼むと私は料金表で相談1時間1万円かかるので、このオンラインサロンに入会していただけると、この個別の相談や自分でこういう場合どうですかっていう相談ができるのが1つのメリットです。そして2つ側が税理士の裏側を公開しています、まあ。YouTube の裏側、TikTok の裏側とか今どういうことを考えて私がビジネスをしているのかとかいうこの税理士の裏側とかプライベートを投げているのはオンラインサロンのみ だけになりますので興味あるかなっていう方は概要欄にオンラインサロンの url を貼っておきますのでぜひそちらの方をクリックお願いしますはいそれではチャンネル登録の方もよろしくお願いしますはい youtube の方ではねコメントやいいねもらえると,あと感想もいただけると励みになりますので全部全部 もらったコメントは一応目は通しております返信ができない場合は個人的な損だったんだろうなというふうに思ってください高評価ボタンのグッドボタンもお待ちしておりますはいそれでは本日の動画は以上になります最後まで見ていただいた方本当にいつもありがとうございます税理士川南でしたそれではまた